チャンネル。いらっしゃいましたよ。どうぞどうぞお願いします。じゃあよかったらこっちですか。はい、はい、お願いします。嬉しい。あの見たことありますか、ヒロドの小部屋。僕ね全く知らないです。全然いいんですもうちょっとごめんなさい、あの傲慢でした自分が、はい、あのなんかたまに見てますって選手の方が言ってくださって。本当ですか。ちょっと坂本さんが知ってるかだけちょっと。 OK です。あ、お願いします。お願いします坂本さん、ちょっと座ってください。どうぞ。失礼します。まあ、あのここはいわゆるこうインタビューではないんですよ、もう本当に。はい、なんて聞きました。いや僕何も聞いてないです。あ、坂本さんは聞いてないです。本当ですか。なんかもうそのなんていうの、来シーズンに向けてとかもうそんなんじゃなくて、もうなんかもう適当でいいと思うんですか。あ、もう本当に。はい、びっくりびっくりするぐらい。じゃあ合ってるじゃん、適当でいいそうなんだ。辛いのきついから。あ、よかったです、よかったですいや、そのね、ヒロドの小部屋って YouTube チャンネル、はい、YouTube トラバンチャンネルの中にヒロドの小部屋っていうのがあって、ご存知見てますよ。あ、上がってきたら全然それでいいです。上がってきたら見てます。上がってきたらちょっと1分でも見てくれたことあります。でも広告長すぎて流すときは流された。やっぱ広告流されるわ。どうする、広告あかんすよ、やばいな、引きがないよ。どうする。いやでも今回それでコラボさせていただいて、ファン感とっていうちょっとあの皆さん小ネタをね、はい、いろいろ出していただいてるんですよ。例えば前川右京選手だったら井上康太選手にめちゃくちゃタメ口とか、あ、なんかそういうこう、うん、逆にじゃあ青柳選手のなんか坂本選手から見た小ネタあります。小ネタ、うん、あれヤギは、いやだってもうね、優しいオーラ、見たまんま、見たまんま、見たまんま、もう私会社帰りにすれ違いましたもんあ、すごいユニフォーム脱いでも見たまんまの。あ、そうだからもうほんま表裏ないですよ。あー、すごい、全部裏。いやダメじゃん、全部隠しながら生きてるんだもん。マジですか、今何隠してます。まだ 見えてないもん、その僕が。今ファンに隠してることを教えてください。ファンに隠してること、はい、なんだろうな、僕奥さんいるんですよ。いや多分、めっちゃ知ってるでしょめちゃくちゃみんな知ってません。知ってました。言ってます、公表してない。いや、めちゃくちゃ新聞の一面飾ったんですけどだったらもうみんなの、この間インスタにその奥さんとこのツーショットみたいなパーカーあげたら、はいはい、え、結婚してたんですかめちゃくちゃ言われたんですよいやだからそれぐらいショック、アイドルだから。だから、まあ、ここだけの話、結婚してたっていうのが今いい情報だな、絶妙な情報ですね。 4年越しに出させてもらいました4年前に青柳投手は結婚していた。いや、大ネタですよ。どんなどんなどんな、 どんな、じゃあそんな感じで坂本選手え、なんかファンに言ってないこと、まあ、そんなでもないでいいんですけど。ファンに言ってないこと、はい、結婚発表した。したよしたしたよ正直そう、ファンに言ってないこと、なんですかね、が青柳投手の小ネタでもいいです。青柳投手の小ネタ、はい、かもう逆にもう新監督の小ネタでもいいです。新監督の小ネタ、なんかまだあんま会話どうです僕10分しか出会ってないです。うわ、短っ。でもあんま、あ、でもそういうもんですかね。あんま今って喋んないですよ僕らも、その会話というか。だからそのもちろん同じ空間にいらっしゃっても会話は基本ないっすね。ないっすけど、でもめっこういうなんかあれめっちゃ見てると思います、はあ、みんなのことすごい、だポジション関係なく、へえ、すっごい見てるから、多分この人が多分キャンプ期間でキャンプの選手で、うん、この選手どんな選手みたいなのをすっごいこう、あ、こいつはこういうやつでこうなんだっていうのはすごいこう把握するのにすっごい見られてるなっていうのは感じました。それピリってなりません、いい意味で。なりますね。はあ、でプラス見られてるけど、あんまり それをこっちに言ってくるとか、はい、そういうのじゃないから、ちょっとなんか喋るってなった時にブワッとなるっす。へえ、うわ、監督と喋るみたいな。それ今までのなんて言うんだろう、感覚で初めてですか。例えばあの岡田監督といえば岡田達夫監督もいるじゃないですか。あ、岡田達夫監督はずっと喋ってましたけどそっか、そう、高校生はね、そうですよね、ずっと喋ってましたけど。そうなんだ。あんまりだからドキッとするし、でもそういうなんかこう雰囲気をいい意味でそういう雰囲気持たれた監督っていう感じの
人だなっていうのを思いました。どうです監督が最初甲子園で集合した時の、はい、本当10分ぐらいしか会ってないんですよ。あれきりですか。であの FA とかの練習参加しない人が、はい、あのアルプスで集まって岡田監督と話すっていうところででしたね。であの、まあ、岩佐は先発がいいと思うんだけどなとかそういう話をちょっとしてたんですけど、で一人一人こう話してるんですよ、はい、岩崎さんその時残留行った日だったんで、うんうん、残ってくれたしみたいな、まあ、入試もなみたいな感じで、うん、俺も昔とちゃうでみたいな話をしてたんですよ。僕一回も振られなかったちょっと特大ネタ持ってるじゃないですかえずっと待ってたんですよ。あ一人一人来て一人一人来て、いや俺最後かもみたいな、ね、そうあやっぱねこれなんかあるんちゃうかなと思って困ってたら、うん、まあ話は以上やってちょっと待って、終わった後名前すら覚えられてないかなって思うちょっとあの最多勝でいらっしゃいますよ、ね、もうだから言うことがないってことじゃないですか、こいつに関しては。さすが言うことないから、そうだか本当にもう見えてないぐらいの存在だったか順番にこういった中で行った体で行ってたかもしれない。あだから端多分めっちゃ視界後ろに座ってたんですか、めっちゃ正面目あのじゃあ目は合いました。10分間ずっとずっとこう進撃してちょっと待って、終わりました、ありがとうございましたいやちょっと待って、めちゃくちゃごめんなさいね、あの失礼なんですけどめちゃくちゃ面白いですねいいよね、なんかそういうの最高。もうそれだけいじられてるんですね。なんか僕の中もずっと緊張だったんですよ、それは。初めてだし何を言ってくれるか、はい、もう解説でずっとタイガースの試合見てて、その解説してんのを僕は見てたんでテレビで、はい、何言ってくれるのかなって言ってたら以上やって言われて、ありがとうございましたえ、あの僕はって言わなかったですか。いやもう、ありがとうございました、お疲れ様ですお先です最高、マジですか。すごいな、その関わりしかないんで10分間同じところにいたっていうだけなんでごめんなさいね、ある意味めちゃくちゃ濃い関わりですよマジですごいと思う。思いません。だってもういいよ、そで監督とのそれだけのエピソードがあるわけやろ。ないもん俺。違う違う、エピソードじゃないから。もうエピソードや、それだけ一方的なやつだからいや今のねこれ断然もうあのめちゃくちゃ新聞ネタですよ。もう取れ高すごいよ今。取れ高すよ、これで1本小部屋できちゃう。明日1面よ、うん、青柳監督の青柳無監督から言葉なし見えてないみたいな危ない。ちょっとあのその流れでちょっとこれね、あのねいろんな人にね落書きしてもらってるんですよ。あのよかったらお二人に、はいはい、お願いします、お願いします。これ井上選手はタメ口 OK の、私結構あの先輩とかにタメ口使っちゃうんでそれいじられてるとか。これ今成亮太さんでもみんな知ってるじゃないですか。出っ張って。ヒロロさんが誰にでもタメ口するっていうのはみんな知ってるから。いやいや知らない、知らない。そんな部屋とか書いても全然面白くない。違う違う違う、知らないんですよ。あ、タメ口使ってるのも。ちょっと、あ、知らないんです、知らないんです。あ、そうなんだ。なんであのちょっと東京でした。東京でした。東京じゃない、東京じゃない。知らないんです。東京で敬語でしょ。違う違う違う。関西でタメ語ってことでしょ。違う違う。そういうことか。めっちゃいじるよ。で東京の人は知らないってことね。違います違います。絶対好感度下がっちゃう。で。であの聞いたんですけど、いや違う、どこからですか、誰から聞いた。高野さん。いややばいじゃん、めっちゃめっちゃちゃんとした情報源じゃん。ヒロドの小部屋しかもめちゃくちゃ達筆じゃないですか。綺麗な字やな。え、歩くに美しいですよね。はい、ちょっと私からの言葉になってる。サインもくださいね。ありがたいなサインを。めっちゃちゃんと書くじゃん、はい、最高。あの複雑だけどめちゃくちゃ嬉しいです一番枠を有効に使って有効に使ってくれてるなんか書くことなさったらこういうのでもいいですし、全然ここでもバーンと。そこは賢いね。それはガチで思ってるかいじってんのかどっち。ガチよ。おお、それはもう格付け出るぐらいの人よ。ありがとうございます。明日収録なんです。俺が喋れるような人じゃないかな。いやめちゃくちゃ面白いめちゃくちゃ10分間喋ってました。格付けええな。そうなんです、明日なんです。実は結構ゲストを期待してほしい、今年の来年か。これよかった持ってもらっていいですか。うわー、格付け出たかった、え、本当に。でもね、格付けにそれ出ないんですか。出るって。そのアスリートがヒロド枠使って向こうのテレビにちょっと選手出るの。ただ一つ言っていいですか、マジで日本一取ったらあのオファーがあるんですって。日本一しかダメなんですか。ダメなんですか。そらそうよそらそうよ。あら、そらそうよ。お、はっきり言うてないいなんです。もし日本一の暁には来年格付けチェック
全然目合わない青柳さん。じゃあ写真撮りましょうかじゃあこっちすぐ消えそう、写ってなさそう、すぐ本当に難しいんですって。でしょ、だってあ、どうぞどうぞ。お肉とかマジ小指の爪の半分ですよ。ちっちゃいですよね。めっちゃ得意です。そういう肉しか食べてないんで。え、高級肉しか食べてないってこと？違う違う違う、小指の爪ぐらいしか食べてないんで。俺もわかる。どうやってそれで、ちょ立ってくださいよ、写真撮りたいんです俺多分バイオリン一発でわかるよ。あ、いつも当たりますね。これあのインカメで坂本さんが撮ってます。そっちじゃないんだ俺も今これに向かって撮ると思ってめちゃくちゃなインカメなんです。あ、ちょっと一瞬、あ、はーい、あ、いきます、いきます、はい、はい、チーズ。ヒロドの小部屋、本当にあの暇だったらまた覗いてください。いきますよ。やった、ありがとうございます。あと誰来るんですか。あとは、この後が西純也さん、森木さんで、藤波さん、伊藤正さん、西優希さん。伊藤正さんは初めて聞いた。伊藤正さん伊藤正さん話聞いてないからちゃんとやってくださいね。え、どういうこと。本当に話聞かない本当ですか。え、天然。天然です。え、ちょっと天然とバカのハイブリッドなの。やば、天然ですあのコツ、なんかどういう話振ったらいいですかね。多分野球のこと聞いてもちゃんと返ってこないんじゃないですか。あ、じゃあ野球外。野球外の何聞いてもちゃんとは返ってこない。やばい、どうしよう何食っても何食ってもうまい、うまいって言うんで。へー、だ多分あいつ格付けられたらそれこそ絶対ダメです。絶対ダメ。うまいうまいうまい、分からん。全てを高級に当てられたらめっちゃ馬鹿じゃないですか言っちゃいけないけど。高級となんか安いって言ってもどっち安いも食わしてもうまいうまいうまいいるなそういう人。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、お忙しい中嬉しい。ヒロドの小部屋、お願いします。どうぞ。お願いします。お願いします。じゃあ どう座ってもらえます。西さん、オッケーです。またなんか大きくなりました。そう、ちょっと大きくなったっす。ねえ、今なんかちょっとびっくりした。そうなんですよ。なんか言ってるよ、なんか言ってるよ。誰？よし。僕大丈夫。森木大丈夫？森木くん大丈夫です。森木大丈夫？はい。誰誰？あ、青柳さん。え、森木さん、あの、はい、青柳先輩ってどうです？いや、あの気さくに喋ってくれるんで、いろいろ教えてくれます。青柳さん、ちょっと一旦ここ。可愛い感じ。青柳さんちょっと一回ここ立ってみてもらっていいですか？ちょっと一旦ここです。すいません。あ、じゃあお三方ありがとうございます。すいません。じゃあ西さんもここ立ってもらって。はい。青柳さん、先輩としてね、はい、この二人へのエール、この小部屋でぜひ。エール。うん。ファン感はどう乗り越えるんだっていうエールでもいい。ファン感はもう嘘と張ったりする。言っちゃった。まあそれで盛り上がるから。そうそうそう。うん、まあ真面目なやつ誰も求めてないから。真面目ですかやっぱり。見たからで真面目じゃないじゃないですか。ちょっとあれあらら、なんかどんな裏ネタ知ってます？どんな、森木さん。あんまだから一緒にいてないんで。あ、そっか、そっか。じゃあ、西さんを。今も舐め腐ってます。全然そんなことないです。舐めてるじゃなくて、舐めて腐ってるんですね。舐めて腐ってる。腐ってる。あれ、まあ、西さんに対しても最初は遠慮したんですけど、慣れてきたらもうひどいし。あら、まあ、西愛嬌かな。まあまあ、なんかね、同じ名字なんでね、親戚かどうか知らんすけど遠いね、遠い親戚でしたよね。遠いっす。ですよね。いや、いいな、ちょっと関係性今見えましたもん、これで。慣れてきたらもうすごいっすよ。いやいやいや、だって最多種先輩、どうですか。いや、もう本当に、うん、自分のためになることばっかり教えてくださって。例えばいや、もうピッチングのことであったり、で、悪かった時も裏でこそっと励ましてもらったりして、本当にいい先輩です。何やってんだから言うな。あ、じゃあ本当にカットしますね、はい、もういやいや、いいんだ、優しい。そうなんですね、はい、じゃあまだそこの関わりが、まあね、ちょっと、ね、入団がすごいのが、僕が別の人と喋ってる後ろでずっと話聞いてます。え、なるほどか。なんで知られてた、気づかれてましたね。いや、まあ、なんかそれはなんでですか。盗み聞きしようと思って。あ、すごい青柳さんが発した言葉を。そうっす。あ、じゃあちょっと、じゃあダイエスボード持ってください。またそう、じゃあひまわりは、じゃあ西君、はい、じゃあ、押してください。はい。あ、ここここか、はい、じゃあ私入ります。私も入ります。はい、行きます。ここした方がいいかな。あ、僕行きます。はい、チーズ。ヒロドの小部屋。わあ、先輩ありがとうございます。ありがとうございました。なんて嬉しい。また待ってますね。じゃあ座ってもらって、はい、嬉しい。もうカフェです。こんな感じなんですよ。
ゆるいですね。つまりそう本当にあの多分向こうのステージとかでいっぱいお客さんいるから緊張するじゃないですか、はい、でここでも思いっきりオフになってもらってでもうこうやって落書きしてもらってみたいな。そう、これあの上野さんね。でプーさんパワーは前川右京さんが井上さんのことを書いたりとかっていう。そうなんですよ。いや私ねこのツーショット何かこうなんかグッとくるって、はい、去年のあ嘘今年の春の秋キャンプでまだ森木投手が1日目ファンあプロ野球1日目のキャンプの時にこうあたふたしつつ初日を迎えてその様子を見た西純也さんがなんか昔の僕を見てるみたいですっていう、はい、すっごい表情してたんですよ。あれからシーズンを終えて改めてなんかどういう後輩でした？いやそうですね、やっぱり、うん、まあ最後怪我とか、まあはい、あったかもしれないですけど、はい、もう本当にずっといい順調に、うん、プレーできてましたし、はい、まあ、一軍で、まあ、勝ててはないですけど、まあ、本当にいいピッチングして、うん、っていうところで、まあ、本当にあのいい1年だったんじゃないかなっていうのは思いますね。いいね、なんかいい顔どうです森木君。嬉しいっすねえ、はい、先輩普段どうです。えなんか 西さん実はこんな一面ありますみたいな。えなんか結構ゲームやってる印象が強いです、うん、めっちゃ好きなんだ。はい、なんか何してるの。プロスピはやっぱりいっぱいやってますし、はい、あとなんかウィーレとかも先輩とやったりとか、はいはいはい、でその声があの聞こえてきたりとか部屋で。おお寮で、はい、あじゃあちょっとうるさいってクレームが、まあ、よくありますそんな盛り上がります。やばいっすよ。へえいいな。ウィーレがやばいっすね。じゃあ最近ハマってるものなんですかって言ったらそれになります。まあゲームでウイレとか、うん、まあ部屋でやるんやったら、まあ、プロスピーとか、はい、まあ、スプラトゥーンとかもちょっと9月に聞いたことある出て、うん、って感じですね。えゲームは僕はあんまりやらないですけど最近あの高卒の2人と高野コードやってるっす。おあら古いな。ねなんかね古いっすね。ちょっと時代、うん、なんか違う、お想像の一周回ってるっすもん ね。そうそう、なんかちょっとえ、はい、そうなんだ。そうっす。え、でもあの、こうやっぱりファンのイメージ真面目っていう、私は高校時代からもすごいこう、まっすぐインタビュー答えてくれて、あでもそれは西純也くんの時もそうだったんですけど、まあはい、なんかどう、いやこんな一めっちゃ真面目っすよ。真面目で結構ストイックなんで、うん、まあはい、こうなりやすいんで、はあ、そうですね、まあ、うまくあの気になったこととか言いつつ、でもやっぱ間違った方向はいってないと思うんで、 あんまり僕は言わずに見てるだけです。いい先輩に恵まれましたね森木さん。はい、本当にねえ、はい、なんかあれからどうです、タクシーの乗り方とか、なんかこうキャンプの時にね言ってたじゃないですか、はい、なんかやっぱりこれ今一つ慣れないなっていうプロ野球選手のなんかありました。ああ、やっぱ挨拶とかやっぱりやるんですけど、なんかいっぱいいるんで、うん、裏方さんとかもいらっしゃるんで、はいはい、それでこの人挨拶したかなってなんか思ったりとかで忘れたりとか、あやばいやばいみたいな。失礼に値しちゃいますもんね。そう、そこはちょっとジュニアさんにも教えてもらったりしてるんで、マジでとりあえず挨拶しとけっていうのは、はい、です。何回もしといたらいいですよ。やばいめっちゃいい答え返ってきた。すごい私もそれちらついたんですよ。間違いないです。だからね、お疲れ様ですってすごい魔法の言葉、2回3回言ってもいいじゃないですか。あ確かに。でおはようございますはなんか1回きりしか言えないからみたいな。そうそう、お疲れ様です、それはそうっすね、はい、ちょっとなんとかなんかね、なんかねいいですよね。いいな。ちょっとあのよかったら時間がね過ぎちゃうとあれなんで、このねここにね落書きをいろいろ書いてもらってるんですよ。これちょっとあのいいだいぶいじり入ってきてるんですけど、なんかぼやきでもいいし、なんかゲームの思いでもいいし、なんかちょっと書いてもらえたら嬉しいなと思います。お疲れ様です。あいいじゃんいいじゃんいいじゃん、めっちゃいい。そうそう、自分あ全然ぜひぜひぜひ。お疲れ様です、書きます。うん、いいねどこでもいいですよ。どうすか、どうすか。うん、この背中の大きさ、やっぱこのストイックだからこそのこの私が春に見た森木投手と全然後ろ姿違います。ちょっと太ってるんですよ今。それはいい太りですか。
いやあんまり良くないかなって。あじゃあちょっと絞っていかなきゃオフはって。そう、まあ、怪我してるんでちょっと。はい。西先輩。難しいですね。後で親戚の西ゆきさんも来ます。ガチですか。変なこと書いたら言われるんですよ。あいつとか言われるかもしれないです。でもなんか2人がなんか縦縞がしっくりきて、なんか創志学園と高知高校のユニフォームが懐かしいですか。懐かしくなっちゃった。うん、この辺で、うん、いい端っこでいい、ゲーム頑張ります。あ、いいね、いいね、いいですね。そう、なんかあえて野球じゃない方が嬉しい。ちっちゃっ。はい、いい、ありがとうございます。ちょっとじゃあもう一回だけ写真撮っていいですか。はい、いきます。はい、はい、チーズ。ヒロドの小部屋、どうプロ野球選手。いやどんな質問って話なんですけど。楽しいっす、なんか楽しい今は。はい、あいいけど、やっぱりもちろんね、厳しいことあると思うんですけど、負けたくないんで。これちょっと聞きました、負けたくない。どうですか先輩。いや逃げますそれはね、もう認めてるってことですね。じゃあ、はい、もうすぐ追いつかれるんで。いやいや、まあ、もう1年目の僕は越してるんで、はい、とりあえずそれこそあの初めての、ね、プロ初登板は見ててどうでした、はい、先輩。いやだいぶ落ち着いてるしって感じで、まあ、ほんとあとちょっとで勝てました ね。あそこの6回をやっぱ粘れるか粘れないかで、やっぱ1軍の勝ちが来るか来ないか。実はね、そのこのヒロドの小部屋って見たことあります？なんか ありますありがとうございます。その時にこのまさに森木君の名古屋ドームを振り返ったことがあって、はい、でヒロドの小部屋内ではもうこれ森木投手勝ちましたって言ったんですよ。それ見た、見ました。ありがとうございます、はい、あのそうしたんですよ。もうだって勝ったもんと思って、はい、勝ってました、ね、そう勝ちました。でもね、まあ、でも当然今のコメント なるほどって思う、はい、まあ、でも5回投げ切るだけ立派なんですけど。あ、僕も5回ギリギリやったんで2年目の時。そっか、あの運だ、気持ちが分かる、運があっただけです。そうですね、それは。いやいいな、ありがとうございます本当に。もうありがとうございます。え、もう急がなく次、もう人気者だから、もう次行っちゃうの寂しい。すいませんね、ゆるゆるで。いやいや全然ちょうどいいです。よかったそうなの、ね、あ、ちょっ、あれ変な、かわいい、お疲れ様です。絶対座ってくれないんです。まだ来ます。いやいや、だから絶対座ってくんないんだよな。そう、全然座ってくんないんですよ。小野寺さん、どんな人です？え、もうずっとふざけてるっすね僕同期なんであれですけど、はい、まあ、ちょうどいい先輩です。ちょうどいい先輩ですこうなんかガンガン言われてるみたいな、はい。え、どういうタイプ、どういう伸びるタイプですか？褒められてか怒られてか。あ、自分が、はい、あ、どうですかね。あ、でもどっちもかもしれないですね。あ、褒められすぎても、褒められすぎても調子乗るし、厳しすぎてもなんか嫌だし。そうですね、このいいバランスがいいです。森木さんは？いやでも僕もそんな感じですね。あ、そうですよね、はいはい、家族が厳しかったんで、で周りが褒めてくれたりみたいな。甘んじるなよと。どっちもどっち、はい。いやだった、あ、え、もう行けと。この前高知でカツオのたたきと話した。あの、めっちゃ美味しかったです、カツオのたたき。明神丸行きました。行ってないんです。でもね、結構ね、いい感じのところ、あ、うん、なんか予約して。え、もう、あ、誰ですか、藤波さん。え、藤波さん、サイフォーム来たすか。え、なんて藤波さん、ちょっと一回、なんかやった。え、初号機来たすか、まさか。バレてるよ、バレてるよ。来た来たじゃない先輩来ましたよ、どうです。いや、もう怖いんすよ。え、怖い、かわいそう大丈夫ですか。本当に怖くて、もうじゃあこの部屋から出てきたいですよね、はい、一番舐めちゃめちゃくちゃビビってるんですよ。だから人生の妨害史上一番ずっとこんな。え、森友哉さんより。いや、森友哉余裕でこうやってやつ大股でこうやばいやばい。じゃあちょっと大先輩来たところで写真撮りましょうか。ぜひ。こんな感じで緩いんです。あ、なるほど。じゃあちょっとあの藤波さん、インカメしてください。あの、入ってください、はい、こっち。え、いいっすか、メジャーリーガーに、はい、うわ、どうする、いいかな。はい、チーズ。ヒロドの小部屋、ジーも本当に優しいんですよ。めちゃくちゃ優しいです。どういうところ。そうやな、言ったら多分喜ぶと。みんなの前ではなんかあの、そう、ツンツンしてこうやられるんですけど、うんうん、1対1とか、うん、もうこそっとして。1対1でやったらほんまに嫌なやつ。どんな優しい言
言葉を1対1で書き込みました。なんか、まあ、それもさっきのヤギさんみたいな感じですけど、うん、あんま良くない時とかになんか励ましてくれたりとか、うん、それやってなかったらただのいじめっ子やな、ね、確かに1対1は普通いいですね。めっちゃ優しいです。また来てください。覗いてみてください。はい、はい、覗きます。ちょっとじゃあ次は先輩にね。はい、先輩バシッといろんなエピソード。あ、どうぞだいぶ舐められてますやん。だいぶ舐められました。